こんばんは、速稼塾の久保です。何をしたら積み重ねになるのかってことなんですけども、これはね、もう何と言いますかね、改めて申し上げますけども、積み重ねいきますよ。毎日 Facebook で記事を書くこと、毎日 YouTube で動画を作ること、一般公開動画ね、毎日リアルで会った人に自分が何をしているのかをお話ししていくこと、これをまあ毎日のようにやっていくことが積み重ねなんですよ。で、リアルで会うチャンスがない人のためにインターネットっていうのがありますから、Facebook の記事投稿をね、たくさんしていって、例えばこういうふうにやります。いきなりは難しいかもしれないんですけども、落としどころとしては、私はインターネットのビジネスをやっています。もしくは、1日に3万円売上を上げる方法をしていますとかね。あとは、ポッドキャストで1万ダウンロードさせることができますとか。こういうふうな形ですね、発信をしていくってことになります。で、いきなりセールスの発信をすると、それはさすがに、そっぽを向かれちゃいますので、私がどういうふうなことを考えているのかってことを、ある記事を引用して、それについてね、コメントをしていくってことを積み重ねていくことなんですよ。そうすると、この人の記事面白いなと思う方がファンになり、ファンがリピーターになり、リピーターがセールスを受けてくれるんですよね。これ以外の道はありません。まずはファンを作ることなんですよ。ファンをね。で、ファンっていうのがもうハードル高いなと思ったら、自分のことをチラ見してくれる方、もしくはいいねを押してくれる方、で、できればコメントを押してくれる方っていう風になってきます。YouTube 動画を出しますよね。で、再生数が1とか2になるじゃないですか。再生数が1ってことは、1、その人が見てるんですよ。ね。で、その人に対してのセールスのチャンスが生まれてるんですよ。だから再生数1を侮ることなかれなんですよね。動画を10個作って全部が再生数が1だったら、10人の方が見てるか1人の人が繰り返し見てるってことになるんですよ。まあそういうふうに考えながら、積み上げ積み重ねってものをやっていってほしいなと思います。私が見るところね、どこで積み重ねてるのかわからないんですよね。私みたいに時間があってたくさんの人の記事を見たりね、特に、意識して椎野木くんのことを見てるわけですよ。発信ないなとかね、なんか休んでるなとか、ないなとか、YouTube 上がってこないなと思うわけですよ。まあもしかしたら限定公開でやってるのかもしれないですし、まあ Facebook じゃなくてね、Twitter か Instagram でやってるのかもしれませんし、とにかく積み上げてる姿が私には見えないということなんですよね。で、もっと言いますとね、私に何かを売るつもりで毎日発信していますかってことなんですよ。私に何かを売るつもりでですよ。もしくは売り込むつもりでですよ。例えばね、私がお金を出して椎野木くんから何か商品とかサービスを買わなくても、椎野木くん最近発信してる、あれ何、一緒にやらないっていう風に持ちかけてもらえるようなことをやっているかってことなんですよ。ね。そうするとね、椎野木くんがもしね、何か一つの発信をしていくときに、まあ言ってみればね、ちょっと言い方悪いんで申し訳ないですよ。椎野木くんよりも格下の人は、それ教えてください、売ってくださいっていうことになります。格上の人は、一緒にやらないっていう風に誘ってくれます。発信してなければ、そのどっちでもないんですよ。だからそういうふうに考えていって、別に吉谷さんにセールスしてもいいんですよ。吉谷さんがちょっとジョイントしようかって言わせるような、そんなねパフォーマンスをしてるかってことなんですよ。佐藤さんにしてもそうです。佐藤さんがね、新之木さん一緒に組んでやりませんかって言ってくれるような、そんなね積み上げをしてるからなんですよ。ネオヒピーに対してもそうですよね。彼がちょっとなんかやらないみたいなことで持ちかけてくれるようなね、で、ゴブゴブでやろうよみたいなことね、言ってくれるような発信をしてるからなんですよ。そうでなければ、ただ事務員とか作業員として使われて終わりなんですよね。だからそうならないように私はいつも発信してます。で、積み上げることは何が重要なのかっていうとですね、積み上げることによって、あ、こいつは分かってきたなと。安く見たら、こっちが安く見られるなっていうふうに感じさせる牽制の意味もあるんですよ。牽制の意味がね。考えてるなとか、いろいろ苦労してるなとか、アイデア出してるなとか、きちんとやってるな、チャンス掴もうとしてるなっていう風に見られると、足元見られないんですよ。でも何をやってるのか分かんないっていうことになると、足元見られちゃうんですよ。ここの差は大きいですよ。さあ、もう一回まとめていますけども、積み上げていく、何を積み上げていく、発信ですよ。自分が何者かっていうことを積み上げていくんですよ。そして人に振り向いてもらえるように、何かね、メールとかメッセージが来るように、そういう風にしていくんですよね。持ちかけてもらえるように、それって何ですかって聞いてもらえるように。で、私はね、以前例のやつってキーワードを使っていろいろトークをしてましたけども、例のやつって何ですかって聞かれるんですよ。聞かれるからそれを教えるんですよ。私からセールスしたりとか、私から持ちかけることはないんですよね。ずっとなかったんですよ、この5年半。ずっとなかったです。
例のやつって何ですかって聞かれるから、あ、例のやつってのは、うん、まあこういうやつなんですよってね、仕方なく教えてきたということなんですよね。だからセールスなんてしてないですし、やりましょうって持ちかけることもないです。聞かれたから教えるって感じですよ。でこれがだから積み上げですよね。最初は例のやつって言ったって誰も反応しないですよ。ずっと言ってるからなんですよ。100回ぐらい言って毎日のように動画で話してる、記事で書いてるから、徐々にまた例のやつって出てきた、また例のやつって出てきた、また例のやつって出てきた、例のやつって何ですかってなるわけですね。で積み重ねていますかっていうのはこういうことですよね。そしてですね、チャンスについてもお話ししましょう。チャンスってのは今まで自分がやったことがないこと、もしくはやったんだけども成功したことがないもの、これに立ち向かっていくことをチャンスと言います。チャンスですよ。なぜなら今までうまくいってなかったこと、今まで経験したかなかったことにトライすることによって、まさにね、それを達成できたら、乗り越えたら自分の手につくわけですよ。それがチャンスじゃないですか。でも何回やってもうまくいくことをもう一回やったからって、それチャンス掴んだって言います？チャレンジって言いますかね。だからここ多くの人が勘違いしてるんですよ。できそうなことをやるのがチャレンジであったり、チャンスを掴むことではないんですよ。俺には無理だろうって思うことに立ち向かっていくことなんですよ。だからね、しゅんくん、セルフバックをやりました。そしてこの人は多分話聞いてくれないだろうなっていう人に立ち向かっていって、それでダメだった、断られた、これもチャンスの掴み方なんですよ。久保さんと、A さん B さん C さん言ったんだけどダメでした、なんででしょうかっていうふうに切り込んでくれば、そこにチャンスが生まれるじゃないですか。でも何もやってなければどうしようもないんですよね。でこういうふうなね、今回は2つのことをお届けしましたけども、また感じることがあったらね、返信してください。それではまた。